パスクアーレ・マリーノは、イタリア・マルサーラ出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションはミッドフィールダー。現役時代はほとんどを、シチリア島のクラブで過ごした。引退後は監督として、着実にキャリアを積み、AS パテルノーカルチョー、セリエ D からセリエ C1 まで昇格させた。2002年から、US フォッチャを率いて、セリエ C2 で優勝。 続いて引いた AC、アレッツをセリエ B に残留させた。2005から06シーズンよりカルチョ・カターニアの監督に就任。圧倒的な攻撃サッカーで1年でセリエ A 昇格を達成する。翌2006から07シーズン、カターニアは前半戦で躍進し、サポーター暴動ーによるホームゲーム没収により失速するも残留を達成した。同シーズンに、 森本隆之を指導し、トップチームで起用した。2007から08シーズンにより、ウディネーゼ・カルチョの監督に就任。アントニオ・ディナターレ、ファビオ・クアレアレ、ララを要し、3から4から3システムによるスペクタクルな、フットボールを展開。同シーズンは MF ・ニョク・ハインデル、GK ・サミール・ハンダ・ノビッチ、FW ・シモーネ・ペペラほとんど無名の新加入選手が、躍動し、 チームは7位に入り UEFA カップ出場権を獲得した。2008から09シーズンは UEFA カップとリーグ戦の両立に苦戦しつつも7位となった。2009年12月22日に成績不振により途中解任されるも、その後もチームは低迷し続けたため2010年2月20日に復帰して残留を達成。シーズン終了後に退団。 2010から11シーズンより、フランチェスコ・グイドリンと入れ替わる形で、パルマ FC の監督に就任するも、2011年4月3日に、成績不振により途中解任される。2011年12月22日、前日の SSC、ナポリ戦に大敗して解任されたアルベルト・マレザーリの、公認として、ジェノア CFC の監督に就任。2012年4月2日、 成績不振によりわずか3ヶ月で解任された。2016年6月6日、セリエ B に降格したフロジノオネ・カルジョの監督に就任することが発表された。シーズンを終え、リーグ3位へ導いたが、昇格プレイオフでカルピ FC に敗れたことで辞任を表明した。2017年10月12日、セリエ B において降格権に沈むブレシア・カルジョの 指揮官に招聘された。しかし、翌年1月15日に解任され、ロベルト・ボスカーリャが呼び戻された。2018から19シーズンより、スペツヤ・カルチョの監督に就任することが発表された。2019年6月7日、US チュッタ・ディッパレルモの監督に就任したが、不正経理問題のため7月12日に退任した。2020年1月26日、 エンポリー FC の監督に就任した。US4 チャ時代に、ズデネク・ゼーマンの影響を受けたとされ、3トップによる過敢な攻撃サッカーを理想とし、主導したクラブを、次々と昇格、残留させている。ゴールドットコムパルマ、マリーの就任を発表ゴールドットコム、ジェノア新監督に、マリーの死ゴールドットコムインテルに敗れたジェノアが、監督交代、フィチャーレイ、フロシノネ、ね、 パスクアーレマリノエイルヌオーボテクニーコ。t u t t o m e r c a t o w e b c o m 2016年11月14日閲覧。セリエ B、プラフ、フロシノネカーペイ零から一エミリーニーインノバ、ラティッツやアエルアイポルタインフィナーレ。レイプーブリーコ、イット。2018年1月6日閲覧。ブレッシャー、サーラ。 パスクアーレマリノイルヌオーボアリネイトア、コリエーレデッドスポーツ、2018年1月6日、閲覧。ブレッシャ、セレノエソネラマリノイ、リチアマボスキャリア、ラガゼッタデッドスポーツ、2018年6月30日、閲覧。セリエ、ビースペツヤ、マリノシプレセンタ、ボールファーデバータイアイ、ノーストリティフォーシー、 コリエーレデッドスポーツ2018年6月30日閲覧エンポリーアルトローカンビオインパンチナビアマジーアラバマリノラガゼッタデッドスポーツ2020年5月31日閲覧ありがとうございます